はいどうもプレスの T です。今日はですね、志望校の受け方っていうところでお話していこうと思います。皆さんですね、志望校ってあると思うんですけれども、どうやったらその志望校を受けれるか考えたことありますか？まあもちろんね、願書を出せば受けれるんですけれども、問題はその願書が出せないっていう状況ですね。でまあこういったことっていうのはですね、ちょっと頭を働かせてみればわかることかもしれないんですけれども、意外とねそういったことを想定してないっていう人が多かったりするので、今日はですね、なんで受験ができなくなってしまうのか、じゃあどういうふうにしたら受験できるようになるか、その方法について考えていこうと思います。早速見ていくことにしましょう。じゃあもうね、結論から入っちゃおうと思うんですけれども、受験しようと思っても受験できなくなる理由、それは親の存在ですね。大学受験っていうのはですね、まあ、皆さんの進路に関係するような話で、まあ、それこそね、皆さんの意思によって決定されるもんだとは思うんですけれども、実はですね、皆さんの意思っていうのはほとんど関係ないんですよね。なんでかわかりますか？これ理由すごく簡単で、大学に入るためにはお金がいるんですよ。で、高校生の皆さん、バイトしてる人もいると思いますけれども、高校行きながらバイトしてた程度ではなかなか大学に行くほどのお金っていうのは捻出できないんですね。で、じゃあ誰が金出すんだって話なんですけれども、これはもう親が出すしかないわけですよ。つまり大学に行けるかどうかっていうのは親次第なんですよね。で、その親御さんっていうのがですね、まあ、皆さんの意思に任せますよ、子供の意思に任せますよっていう風な考え方を持っている場合は、皆さん自由に大学っていうのを受けることができるんですけれども、世の中の親っていうのが全てね、そういう風に考えてるわけではないわけですよ。ひでえクソ親だなって思うかもしれませんけれども、皆さんね、ちょっとね、親の立場っていうのを立ってみてほしいんですよね。自分の子供がですね、全然勉強してませんと、で毎日毎日遊びほうけていると、だけど俺もワンチャン受かるかもしれねえから、慶応とか早稲田受けてみようかなみたいなことを子供が言い出したらどう思いますか？いやいや、さすがにそれは厳しくないと。で、受験って言った時にね、まあ別に受験料ただだったら受けりゃいいかもしれないですけど、受験料だってかかるわけじゃないですか。で、ワンチャンかけてるわけですから、学部とかを選ぶわけでもなく、とりあえず受けれそうなところ全部の日程突っ込むとかね、そういうことするとかなりのお金がかかるわけですよ。そこにね、皆さん何十万円もお金突っ込もうって気になれますか？なかなか厳しいと思うんですよね。お金持ちだからどうとかってそういう話じゃなくて、全くもって無駄になるって分かってるところにお金ってかけたくないですよね。となってくるとですね、またこれ直前期になってややこしい話になってくるのが、いやいや、うちはそんなお金出せませんので、受験なんかさせませんよみたいなことを言う親御さんが出てくるわけですね。まあこれはね、ちょっと極端な例かもしれないですけれども、こういった話ってね、まあ毎年じゃないにしても、ちょくちょくまあ僕のところでも出てきたりするんですよね。でまあ僕自身もね、そういった話をわざわざしたいとは思わないので、できるだけですね、皆さんはそんなことにならないようにきっちりと準備をしてほしいと思ってるわけですよ。じゃあどんなことを準備していったらいいのかって話なんですけれども、まず最初にやってほしいのは親との対話ですね。まあこれはね、夏休み前とかの面談でも少しはされているとは思うんですけれども、親とね、一緒にどういった志望校を受けるのかっていうのを考えてほしいんですよ。気持ちはわかりますよ。皆さんの立場からすると、そんな自分の進路のことなんか親に干渉してほしくねえから、そんなところはもう自分で決めると。親は関わってくんなっていう気持ちもわからんではないんですけれども、最初に言ったようにですね、皆さんの意思決定っていうのがそのまま反映せられるかどうかっていうのはわからないんですよね。結局皆さんの進路、最終的に決定権を握ってるのは親です。超うざいっていう気持ちはわかるんですけれども、この事実だけは変えようがないので、まずはね、しっかりとそこのところで親と話をしていくっていうのがすごく大事になってくるわけですね。まあこういった話し合いはですね、社会人になってもですね、結局自分でこういったことがやりたいとかって言っても自分ではお金出せないから、会社の上司であるとか、あるいは取引先とかにね、まあ頭を下げて、まあこういったことでお金を出してくださいみたいなことを言って、でいろいろとね、プロジェクトが回っていくみたいな話があったりするので、それの予行演習だと思ってね、まあちょっとめんどくさいのはわかるんですけれども、しっかりとお話をしていくっていうのをまずはやってみてください。で、この話し合いでね、すんなり話がまとまればいいんですけれども、そうじゃない場合っていうのもあると思うんですよ。いやいや、お前全然こんな成績じゃ無理だよねとかって言われることもあると思います。なので次にやりたいのが、模試による実績作りですね。模試っていうのはですね、まあ基本的には自分のためにやるもんだったりするんですけれども、こういうようなところでね、親を説得するような材料としても使えたりするわけですよ。まあ、もちろん E 判定とかだったらなかなか親がいい顔しないとは思うんですけれども、例えばですね、同じような模試系列のね、例えば前頭模試だったら前頭模試みたいなのをずっと定期的に受けていくことによって、成績の上がり具合とか見れるじゃないですか。で、確かに現状 E 判定なんだけども、間違いなく伸びてるよねっていうのが分かれば、親はね、じゃあまあこれだったら受験させてもいいかなっていうふうな気持ちになってくれるんですよ。
実際の社会ではこんな甘いことってのは起きませんよ。実際の社会っていうのはもう結果第一なんで、どれだけ頑張ってようがそんなは関係なくて、結果がちゃんと出てるかどうかっていうのが大事で評価されるわけですけれども、まあ親っていうのはですね、世界一甘いスポンサーなので、とりあえずですね、まあこの子、うちの子がね、まあなかなか成績上がってないけれども、ちょっとずつでも上がる兆しが見えているなっていうのが見えてくれば、まあじゃあそれは大丈夫かなっていうところで、まあ受験ぐらいさせてやるかっていうふうなことを考えてくれる親御さん非常に多いので、まあしっかりとね、結果を見せていくってところで模試はしっかりと受けておいてください。で、次にやっておいてほしいのは志願理由書を作ろうって話ですね。志願理由書っていうのはですね、まあ別に必要ない場合っていうのもあると思うんですよ。公募とかだったらね、必要だよとかっていうケースあったりするとは思うんですけれども、一般で受ける場合はまあそんなんいらないじゃないですか、ぶっちゃけね。だけどこれをですね、自分なりにきっちりと作っておいてほしいんですよ。別に紙に書く必要性はないですよ。聞かれた時にちゃんとそれがスラスラ答えれるように、こういった理由でこの大学に行きたいんですっていうところですよね。でこれをしっかりと作っておくとどうなるかっていうと、親御さんと話をした時にですね、その説明っていうのは非常にしやすくなるんですよね。なんでこの大学に行きたいのっていうふうなことを聞かれた時に、いやなんとなくみたいなことを言っても親って説得できないじゃないですか。まあこれ難しいの分かりますよね。だけどこれこれこういう理由で俺の将来の夢はこうだと、でここに行くためにはもうここの大学に行くのがもう一番いいルートだから、だからここの大学に行きたいと、でこういうふうな理屈がしっかりとしていた場合ですね、少々模試の成績が悪かろうが、なかなかね厳しいっていう状況だろうが、まあそういったちゃんと理由があるんだったら、まあしっかりとね我が子の努力っていうのをまあ応援していこうかなというふうな気持ちに親御さんはなってくれるわけですよ。意外とねこの部分考えてない人が多くて、とりあえずなんかみんな行こうと思ってるからとかみたいな考え方、あるいは私立だったらですね、単純に受験科目が少ないからとかみたいなことで考えてる人もいると思うんですけれども、何かしらですね理屈をつけるっていうのは非常に大事で、それこそね大人になってからめちゃめちゃこのスキルって役に立ちますよ。何かしら新しいプロジェクトをやりたい、あるいは起業したいとかで、お金がないからどっから引っ張ってこなきゃいけないみたいな時によくね言われるのが、まあ、ビジョンがあるかどうかみたいな話ですよ。僕はこういった社会を作っていきたいんだ、だからお金が必要ですみたいなことを上手に説明できる人ってお金を上手に引っ張ってこれるんですよ。で、それがまあうまくいくかどうかっていうのはまた別の話なんだけれども、とりあえずねそこの部分、自分の目標っていうのがどういう風になっていて、でそこに至るためにどういう風にしていったらいいのかっていう、こう道筋をですねしっかりと説明できる力っていうのはマジで重要になってくるので、今のうちからしっかりと練習をしておきましょうという話ですね。で最後になるんですけれども、一番大事なのは勉強をしようって話ですね。まあ、なんだかんだ言って親御さんしっかりと見てるわけですよ。皆さんからするとですね、親は全然俺のこと分かってねえとかっていう風な感じだとは思うんですけれども、やっぱりね親御さんっていうのはしっかりと子供のまあ活動とかっていうのを見ていて、でまあ僕のところにもねよく相談来るんですよ。うちの子全然勉強しないですけど大丈夫ですかみたいな。で大体の場合大丈夫じゃないですね。まあ受験生当人はですね勉強頑張ってるつもりだとは思うんですよ。でこれもまた難しいところで、皆さんの中で頑張ってるのは分かるんですよ。それは僕もよく分かるんだけれども、じゃあ実際問題その勉強量で合格に届くかどうかっていうのはこれはまた別な話なんですね。でこのギャップっていうのはですね、どうしても親子喧嘩とか、まあ、あるいは塾との喧嘩みたいな話になったりするケース多かったりするんですけれども、どうしてもですね、まあ、皆さんの中では例えばさ、毎日勉強していなかったのに3年生になってから毎日1時間勉強するようになりましたと。でこれすごいことだと思うんですよ。ですごいことだし僕もそれは評価するんだけれども、じゃあ1時間で東大に受かりますかっていうと、これ厳しいのは皆さん分かりますよね。こういうふうに言うと分かってもらえるんですけれども、だけどやっぱりね自分の志望校っていうのはなぜかね、まあこの自分がちょっとやってれば受かるような感覚で思ってしまうんですよ。まあそれは受かると思ってるから第一志望にしてるっていう部分はあるとは思うんだけれども、まあ実際問題世の中そう甘くはないよっていう部分もあるので、そこはですね、まあ、周りがねお前もうちょっと勉強した方がいいんじゃねえのっていう風に言ってるんだったら、あこれじゃあちょっと足らないのかな、自分の考え方甘かったかなという風なところで冷静に分析して、じゃあもう少し成績上げるためにどんな風な勉強したらいいのか、まあ、これは自分で回答が分からなかったら、まあ、僕らとかにね聞いてもらえればそれなりにアドバイスできることではあるので、自分の中で完結するんじゃなくて、どういう風にしたらまあ周りが納得するか、そういったところまで踏まえてね勉強量とか勉強時間っていうのを考えてもらえるといいかなという風に思います。はい、というところでいろいろと話をしてきたわけですけれども、まあ、後半戦とか特にそうなんですけど、ちょっと政治的な香りがして嫌だなっていうふうに思うかもしれないんですよね。まあ大学受験とかっていうのは本当自分の実力で勝負させてくれよっていうふうに思うかもしれないんですけれども、まあねなかなかそれだと難しいっていう状況もあったりするわけですよ。
なのでまあねちょっとね社会に出た時の予行演習ってところも含めて、まあ、どういう風にやっていったらですね自分の考えていることとかやりたいことっていうのを実現できるのか、そういうところまで考えて、まあ、周りの意見を聞きながらね自分の勉強っていうのを進めていくといいんじゃないでしょうかと、そういうお話でした。じゃあ今日はこの辺で終わろうと思います。お疲れさんでした。さよなら。